ジャガー XJS は、コノリーレザーインテリアの典型的な利用者だった。コノリーレザーは、主に、英国高級自動車のインテリアや、シートなどに使われている品質に優れた比較のこと。このリー社が製造を行っている。エリザベス二世女王により、レザーダンナーアート、メーカーとして、栄誉を授かり、英国王室御用達となった。その後、 レザーグッズやアパレル製品などへと展開を広げている。2018年で140年の歴史を持つ。1878年ジョイン・ジョセフとサミュエル・フレデリック・コノリーによって創業。当時は乗馬用の蔵作りなどを手掛ける小さな家族経営の会社として出発した。1902年エドワード7世から依頼された体幹式に使うコーチの内装を制作したのを きっかけに、自動車産業へ進出。ロールスロイス、ベントレイ、アストンマーティン、ジャガー、ダイムラ、ランドローバーなどの英国高級車に品格と耐久性を兼ね備えた革のシートを提供していた。英国車以外では、フェラーリ、マセラティ、リンカーン、レクサス、日産など。その後、自動車業界にとどまらず、インテリアデザインの分野に進出。 ドイツの著名な建築家であるミス・ファンデル・ローへの椅子、英国国会議事堂の議席、大英図書館の机やイームズのリラックスチェア、コンコルドのシートや英国の豪華客船クイーン・エリザベス2世号の制作にも関わる。第2次世界大戦で使用されたスーパーマリーン・スピット・ファイアでも使用され、英国王室御用達、ロバーツ社のレトロデザインのトランジスタラジオ等でも使用されている。 1995年高級車で培ってきたノウハウを活かし、クラシックカーのインテリアやシートだけではなく、ヘルメットやゴーグルなどのモータースポーツ用品やレザーグッズを開発して小売ビジネスをスタート。ロンドンのベルグレービアにブティックをオープン。店舗のデザインはフランスを代表するインテリアデザイナー、アンドレプットマンによるもの。 英国のラグジュアリー文化を体現するブティックとして存在した。2000年元オーナー、イザベル・エッティギーの夫、ジョン・エッティギーによって、このリーシャ創業家より営業権を取得。さらにビジネスを拡大すべく、ロンドンのコンデュイ・ストリートにブティックを移転。ジョン・エッティギーのディレクションにより、クロージングを手掛けるように。しかし2010年、ジョン・エッティギーの成就により閉店を余儀なくされた。 2016年10月、夫の後を引き継ぎ、イザベル・エッティギーがオーナーとなり、再びブランディングされ、ロンドン・クリフォード・ストリートにブティックをオープンした。建物は、ロンドン・メイフェア地区にあり、由緒あるジョージアン様式の建物。伝統と実績を生かし、スポーツカーのインテリア分野へも再び進出している。英国ならびに、世界の名だたる高級車には、 このリーレザーが使われてきた。厳選された素材を使い、独自の製法で舐めされたレザーは、滑らかな手触りと風合いで使うほどに、味わいが増していく。その後、車以外の分野へ製品を広げたことは、その評価の高さを物語っている。オーナー、イザベル・エッティギーのディレクションのもと、英国高級車のシート製造で培った品格と、ヨーロッパの品格と、 スタイルにふさわしいラグジュアリーアイテムがメインとなっている。このリーレザーを使った、モータースポーツをイメージさせるヘルメットやゴーグル、レザーグローブが揃うドライビングコレクション。ブリーフケースや、ボストンバッグ、ウォレット、トラベルグッズをはじめとした、レザーグッズ。スポーツタイプのジャケット、コートやカシミアのニットウェアなどのクラシックコレクションを、メンズウィメンズで展開している。 http://c-o-n-n-o-l-l-y-n-g-l-a-n-d.com スラッシュ http://c-o-n-n-o-l-l-l-u-b-r-o-s.co.uk ありがとうございます。